業と学生が作る未来に。皆さんこんにちは。株式会社半義の石井と申します。現在入社1年目で総務部に所属をしており、採用に関するお仕事をしています。大手重工メーカーの協力会社として、生活に必要不可欠な電力を生み出すタービンや発電プラントをメインとし、設計、生産技術、品質技術、システム開発など様々な分野で技術をサービスしています。設計からアフターサービスまで一気通貫して対応できることが当社の特徴であり強みです。一見堅苦しい会社に思われるかもしれませんが、文系理系問わず多種多様な人材が自身の適性を生かし活躍できるフィールドが整っています。特に頑張ったのは夏のインターンシップの運営です。インターンシップ当日の学生さんの誘導や司会進行、就業体験の講師などメインで携わらせていただきました。まだ社歴も浅いため、初めは担当させていただけることに非常に驚きましたが、任せていただけることが嬉しく、やりがいにつながりました。当日起こるイレギュラーな対応に焦ってしまい、先輩方にご迷惑をおかけすることもたくさんありましたが、いつでも親身になって相談に乗ってくださるおかげで、決して一人ではないという安心感がありました。後日参加された学生さんからいただいたお礼のメールや直筆の手紙を見ると、とても感動をし、次回開催への活力となりました。このように半義では若いうちから挑戦できる、任せていただけるフィールドが整っています。状況に応じて先輩方がフォローに入ってくださるので、どんなに難しいことでも積極的にトライすることができます。当社の魅力は分離不問で自身の適性を生かし活躍できること、そして長く働ける働きやすさが魅力です。一つ目の分離不問についてですが、一見理系色の強い会社に思われがちですが、実は入社をする8割の社員が文系出身です。専門的な知識がなくても、入社をしてから一人一人にの適性に合ったオーダーメイド型の研修をしますので、ご安心ください。また資格取得サポートも充実しておりますので、社会人になっても成長したいと向上心ある方にぴったりだと思っています。2つ目の長く働ける働きやすさについてですが、当社では平均年間休日125日、残業の月平均13時間、育休取得率 100% に加え、事業所内託児所を設けるなど、長く働きやすい環境が整っています。兵庫県から表彰いただいた実績もあり、人を大切にする会社だと日々感じております。私は将来しなやかな女性になるということを社会人の目標として掲げています。また今後半義の顔として西井さんと一緒に仕事がしたいと一人でも多くの方に思っていただけるよう、早く仕事を覚えるだけでなく、半義が大切にしている心遣いについても日々意識をし、柔軟な対応力と相手を思いやる心を身につけたいと思っています。また家庭との両立ももちろん大切にしたいので、いつか子供を授かった時には半義の事業所内託児所を利用させていただきながら、仕事も家庭もバランスよく両立できる一つのモデルケースになりたいと考えております。